時刻は11時10時を回りました。この時間は、FM 技能案より防災情報番組ライフサポートラジオをお届けいたします。お届けするのは林泉です。4年前に起きた東日本大震災以降、全国の市民は防災に関する関心を高く示すようになりました。続く地震や火山活動の活発化、台風など、日本は災害大国です。 FM 技能湾では地域の防災意識の向上を図りいざという災害時において冷静的確に行動ができるように情報発信することを務めとし防災防犯情報をお届けしたいと思います気象のスペシャリストまた各企業団体などの防災に関する取り組みそして地域の方々が日頃から取り組んでいる防災手段などを紹介します また、普段の生活の中で市民の安,全安,安心・安全を確保するために役立つ情報や現状などをお知らせし、住みよいまちづくりを目指す放送をお届けしていきます。この番組ではご意見・ご感想を受け付けております。防災・防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。 メールアドレスは七九七アットマーク F. M. 宜野湾ドットコム。七九七アットマーク F. M. 宜野湾ドットコムです。また、F. M. 宜野湾ではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。F. M. 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。この後は各機関からのお知らせと。新聞記事から防災と防犯の情報をお伝えします。 FM 技能湾から防災防犯情報番組ライフサポートラジオお届けしていますこの時間はお知らせをお伝えしていきたいと思いますまずは沖縄気象台からです津波防災の日についてのお知らせです 平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓として津波対策を総合的かつ効果的に推進するため平成23年6月に津波対策の推進に関する法律が制定されました当方では津波対策に関する観測体制の強化調査研究の推進被害予想そして連携協力体制整備 そして防災対策の実施などを規定するとともに11月5日を津波防災の日と定めました11月5日の津波防災の日には津波対策について国民の理解と関心を高めるため全国各地で防災訓練の実施やシンポジウムなどを開催しています津波防災の日の日由来は 1854年11月5日安西南海地震で和歌山県を津波が襲った際に稲に火をつけて暗闇の中で逃げ遅れた人たちを高台に避難させて命を救った稲村の火の逸話にちなんだ火であります。それに伴い、 能案市役所市民防災室から沖縄県広域地震津波避難訓練への参加についてのお知らせが来ています大規模地震津波の発生を予定し想定し地震津波に対する防災意識の啓発や防災体制の向上を図ることを目的として平成27年11月5日10時から11時頃まで県内 湾市内においても避難訓練が実施されます訓練内容としましては、シェイクアウト訓練、これは地震発生時の自らの身を守る行動、そして避難広報訓練、避難行動、避難誘導などの訓練、その他、任意実施訓練となっており、参加団体が自ら避難計画を立てて行う訓練となっております。 参加団庄団体は自治会、自主防災組織、保育園、幼稚園、そして小中高等学校、企業、商業施設など地震・津波避難対策を講じる必要がある団体であれば参加可能となっております。 申し込み方法については沖縄県ホームページの電子申請もしくは宜野湾市役所3階市民防災室に申請書を提出してください申し込み書の記載や詳しい内容については沖縄県ホームページや宜野湾市ホームページをご覧ください不明な点やお問い合わせは宜野湾市役所市民防災室電話098892 0988923151までご連絡ください。 それではここでゲストのコーナーなんですけれども。今日は急遽スタッフのたまちゃんに来ていただきました。たまちゃんです。どうぞ。はい、自己紹介お願いします。<laughs> えっと、エフエム宜野で、えっと、夏からスタッフとして。まあ、スタッフやらせてもらってます。たまです。お願いします。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> 今日初めて、はい、喋ってます。喋ってます。<laughs> どうですか。うん、緊張。 緊張してる。手,手汗すごい。手汗やばいです。<laughs> 手汗やばいです。タマちゃんはねまだ大学生なんですよね。はい。大学で防災のこととかについて学んだりしたことってありますか。防災はないですね。防,防犯とか。防犯大学ではないですね。なんかやっぱ小中高はやっぱりこの防災教室とか、うんうん、あの避難訓練とか。 あるんですけど。大学って避難訓練ない。あ、一応あるんですけど、なんかこの大々的にやるよとか言われないし、だからその日に授業がなかったら学校行かないじゃないですか。かね、か <laughs> だから、うん、なんか一応あるみたいなんですけど、一、うん、回もまだ遭遇したことないです、ね。確かにそうだよね。私も大学の時やった覚えがなくて。 あのやっぱり小中高はすごいね。やったよね。<laughs> はい、くるあの私なんか地震が沖縄はね結構地震少ないけど地震結構発生する県に住んでたのでよく机の中に隠れて、しお箸とかやるの。たま、うん、<laughs> ちゃんはどこ出身なんだっけ？あ福井県出身です。大学で沖縄に来てます。福井は、はい 災害とかかはどんななな感じなのかな、うん、地震とかも地震も<い>でもまあまあやっぱあの新潟もありましたしあんあの石川の能登、うん、半島の地震の時も結構揺れたりでもなんか少ない方なんですかねあんまりこの災害で、うん、なんか大変な被害を受けたとかは うん、なんか記憶の限りないですけど。あ<ー>、うん、そっかそっかじゃあこれからだね「FM <laughs> 祈ワンで防災防犯番組をやってますのでまちゃんも一緒に勉強していこうね。はいいお願します <laughs> ということでね今日の新聞の「琉球新報」に載ってたんだよねこの「FM 祈開局。局うん。ね、<laughs> で、その記事と一緒に地域の災害情報も提供っていうふうに書いてあってちょっとここを読みたいと思います。 周波数は79.7メガヘルツ FM 技能湾は宜野湾市市民防災室とも連携し災害時の情報発信を担います市内店舗を紹介する番組や音楽情報そして地域行事などへの参加をし多彩な話題を届けていきますそしてですね宜野湾市商工会の福里会長は東日本大震災ではコミュニティ局が情報の拠りどころとなった事例もあります 住民生活に役立つ情報発信に期待していきたいと激励しましたとありますね本当ねこのあのー、開局当時からあのー、災害情報などについては発信していきたいなと思ってスタッフのこの番組としてね今は初めてスタートしてるんですが、はい、<laughs> あのねこのコーナーではあのー、各団体の紹介とかまたあとは 自治会とかねあのいろんなその防災防犯に取り組んでいる人たちの取り組みを紹介していくっていう感じなんですが今日はね大学生のスタッフたまちゃんに来てもらって一緒にこの話題についてお話ししていきたいと思います。今話題のマイナンバー わかる。まだまだ届かないですね。なんかそろそろ届くんじゃないかなってちょっと待ってるんですけど。ね私の家にもまだ届いてなくて、そもそもさマイナンバーってどういうものかわかる？詳しく詳しく。詳しくはわからない。なんとなくなんとなく自分に番号が与えられるでなんか全部の情報をその番号でなんかパッとこう。 かるように私も、ね、このマイナンバー、マイナンバーってあの名前だけが先行してあまりこう詳しく知らなかったんだけどこの機会にちょっとマイナンバーについて学んでいきたいなと思いましたマイナンバー制度っていうのはですねあの、うんとはい、いろんなところにいろんなことができるようになるんですね、一緒に。 うんとマイナンバー制度は日本が2016年度から導入する個別の制度名で一般的には国民創生番号制と呼ばれますすべての国民に個別の管理番号をつけそれに基づいて社会保障や個人情報の管理など行政の処理をすべて行うというものですマイナンバーが行われるのには主に以下の3つに関連するときですその1つが社会保障 そして税金、そして災害補償となってるんだよねで。どういうことかなと思うんだけど今聞いてパッとこう分かるえ災害補償はちょっとうんって感じで社会保障とかやっぱあの年金のこととかははははい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 、はい、災害補償は私も今初めて知ったの。うん なんかね、私もまだ詳しくないんだけどこの,あのマイナンバーがあの配布されることによって本当にね、いろんなところでスムーズにあの処理ができるなぁと思うんだけどあの日本は多分遅れてる方で海外では。なんかもう結構、長い前からやってるみたいですあの。 に先進国の中でも日本が遅れてるんだよねで。いきなりマイナンバーっていうのが出てきたから <laughs> ちょっとね <laughs> <に>あの国民はびっくりしてるっていうのもあるかもしれないんだけど <laughs>、はい、そのマイナンバーの詐欺に注意ということでね偽の案書がこれはいつかなうんと10月7日か。 10月7日の記事なんですが琉球新報社会面に載っていましたマイナンバー詐欺に注意と呼びかけてあのチラシを配布してたんですね三重宜野湾コンベンションシティでマイナンバー通知に伴う詐欺に注意を呼びかけました署員や宜野湾市職員らがチラシを配布しマイナンバーに関連した不審な電話は県内でも確認されており うんと関東では70代女性が現金を支払わされる被害に遭っているということです。ねこういう詐欺もどんどん出てくるかもしれない。ういそう、ね、今日のニュースでもあったんだけどあのねあのその初の逮捕者が出たということで載ってたんだけどあのうんとこういう電話とかが あるっていうのはちょっとおかしいからね振り込み詐欺とかもそういう手口だったじゃんなんか引っかからないぞって思っててもなんか結構巧みに話されるらしいですよねうまいんだよね絶対こんなの引っかからないでしょとかなんかテレビとかでなんかこういうふうに言ってくるからこういうふうに言われたら気をつけてくださいねとか言うのもなんか こんなの絶対引っかからないしって思っててもなんか結構、みんな若い人も引っかかってるみたい,だしいですし周りはいないですけどなんか若い人でも。 全然狙いいはうんうん来たりすするんじゃないですか,、ね、なんか私の知り合いなんかは海外生活が長くてちょうど振り込み詐欺とかをあの知らないで帰国してそういうのが届いて払いに行かなきゃって間違っちゃったかもしれないって言った子なんかもいてちょっとね違うよみたいな、うん。<laughs> それちょっと考えあのちゃんと調べた方がいいよみたいな感じで言ったんだけどそういう日本人でもちょっと日本の生活からああの遠いところにいたら、うん、あのそういう場合もあるみたいな感じなので、うん、ね皆さんも気をつけてくださいちょっとねあのこのマイナンバーは新しいしあの手法で来るかもしれないのでぜひ気をつけてほしいなと思います。 なんかマイナンバー、いつ届くんだろう,、ね、うんいつでしょうねで一応10月1日から随時なんかこの案内が行きますよっていうことだったと思うんで10月1日ぐらいに一斉にパーって届くんだろうなって思ってたんですけど。 沖縄はまだ遅い,、ね、遅いかもしれないね、んなんかそのマイナンバーの、あのー、配布の前に、こういう詐欺に注意と呼びかけたりとかしてるのかもしれないね、今ね、そっか、じゃあ皆さんも気をつけていってほしいと思います、マイナンバーね、<laughs> なんかたまちゃん、防災防犯について何かあのお話とかある なんか今までやったことあるボランティアとかボランティアなんかあったかなあでも小学校の時とかに下校しながらんていうんですかカンカンカンって鳴らすやつああ家事でピ匹来てカンカンカンって鳴らしながら帰るやつをやったことあるような気がしますあそうなんだ いないですよねこういう人やる人ああ私さ東京の方の大学に行って初めて東京でそのカンカンカンに遭遇したんだよね本当ですかうんもうなんかすごい嬉しくなった、うん、嬉しいですよ、ね、嬉しくなったまだこんなやってるんだ、ね、そうそうそう <laughs> あの火の用心って街一本火事の音ってやるやつよね <laughs> カンカンカンってや,やで <laughs> あそうなんだ <laughs>、はい、福井では結構やっいややってないですようちは会ったことはないです、うん、会ったことないんですけど,けどなんか なんかやったような気がしないでもないな <laughs> 記憶と <laughs> どうやってそれに入るんだろういやあれはなんなんか学校の行事みたいなやつでやったと思いますあそうなんだでなんかあのガールスカウトボーイスカウトみたいなん一応こんなつなぎみたいなの着てて一、はいはい、回だけやったことあるような、えー、いい経験だね <laughs> かやっぱりこの今の時期も今日の天気でも出てたんだけど乾燥があの激しくなってるので沖縄県内もだからねちょっと火の元には注意して気をつけて欲しいいなと思います火事もね、ねこの間も大きい火事ありましたよね。 ちょうど10月1日の開局の時だったんだけどたまちゃんはねちょっとその時いいあの行事でいなかったんだけど宜野湾のこの FM 宜野湾から見える左手が茶谷、うん、川の海の方がすごい一望できるんですけど、うん、そこの方から黙々と煙が上がってて <laughs> すごかったんですよ。本当にもう真っ黒灰色の 煙がね<ー>すごい立ち上っててちょうど開局セレモニーの時だったからみんなで窓見て「火事ですよ火事ですよ」ってなって <laughs> あのちょうどあの、うん、と上の。 パーティーに参加予定だったあのあ<ー>議員さんがいたんですけど消防団にも入ってらっしゃってあのもう行かなきゃってて、ね、そっちに駆けつけたっていう話もしてたのでああの幸いね、ね、怪我人とかはいなくてあの異質が燃えたっていう火事だったみたいなんですけどちょうどね、その時あの住民がいなかったみたいなんですよね。いいないのに、うんうん 燃えたみたみいで、うん、なんか海外の方だったみたいで,<ー>でそれでよくバーベキューをされるということで<ー>そのバーベキューの用品が置いてたみたいなんですけど、うん、誰もいなくてねびっくりっていう、うん、<laughs> そういうこともあるからねい、うん、今ねスタッフの早見さんがいろいろ <laughs> 顔芸をしてくれてますけど。<laughs> そうだから火の元にもねやっぱり注意しないといけないねたまちゃん一人暮らしだよね今火の元とかちょっと忘れちゃうとかっていうことない一人暮らしありますねなんかキッチンすぐ目の前なんですけど火鍋とか火かけたまま部屋に入っちゃうと忘れちゃうんですよねそれでなんかグツ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 っていう音であってやばいってなってね 私も一人暮らしの時にやっぱりまだ慣れなくてあの消したつもりだったけどついてたとかねちょっとだけとかそういうのがあって今の家はちょうどオール電化だから消えてくれるんだけどピーって言って、ね、消えてくれるんだけど、うん、ガスは結構ねうん怖いですね本当だから大学生の子たちもね気をつけないと。 一人暮らし慣れてないとねうん、しかもなんかこのアパートとかマンションで家事を起こしちゃうと、なんかもう隣の。人たちとかも、ちょっと迷惑かけたい。ですよね。よね <laughs> 気をつけないといけないなとい。なんか。まさかね、家事を起こすなんて思ってもないけど。でも、危ない、何があるかわからないから。普段からのね、注意。気をつけない。私なんか心配症で。いつもあの。 ひ、火消したって分かってても、何回もあの部屋に行って。確認するタイプで、なんかそういう脅迫観念があるのかな。鍵閉めたの、もうやってるはずなのに、また上まで登ってやるみたいな。たまちゃん、そういうのなさそうだよね。いや、でもありますよ。本当なんか堂々と閉めたっけ。だかもうしょっちゅうありますよ。本当、そういう時戻る。あ、なんか、ちょ、ほんのちょっとだったら、あ、もういいや、ってなるんですけど。 まあ、一応でも結構戻りますね。<ー>うん、なんか怖いよね。そうですね。なんか自分が住んでるとこは田舎だったから、うんうん、なんかもう入ってくるとしても知ってる人だし。入ってくるような人もいなかったから、人。<laughs> <laughs> すごいけど。だから、なんか鍵とかも全然閉めなかったんですけど。やっぱ沖縄来たら、知らない人、周り知らない人ばっかり。あ だしそうだよねと思ってそういう不安もあるよね、うん、やっぱりね。一応あ一応窓とかも本当は開けときたいんですけど、うん、外出する時は窓も閉めてうん、うん、って思ってますね<ー>。<laughs> なんか私の家の近くなんかも窓,のあの窓があるじゃんその上にその後ろか後ろにまたついたてみたいなのがいっぱいあって。 なんかここら辺、物騒なのかなと思って思う台風だよね、<laughs> きっとね台風のもあるのかな台風,、うん、台風対策かもしれないねかな,んかいなんか普通に見てた光景がいきなりそういうふうに見,え見ちゃったらあこっちもこっちもついてるみたいな感じで <laughs> 確かに,そ物,騒みたいに物騒なのかなとか思ったけど、ね、ねそういうのもあるからね、うん、あの戸締まりもねちゃんとしていかないと何があるかわからないので。 気をつたまちゃんは本当ねいつも明るくてあの堂々としてる感じだけど恐 <laughs> <laughs> 恐れ多い恐れ多い恐れ多いですよいやでも一つ一つのねあの習慣が癖になっていったらね、うん、みんなもあの防災,防災防犯にあのー、ねそれがつながっていきますのでぜひぜひ日々の心がけをよろしくお願いします。 それではここで1曲お届けしたいと思いますマイケル・ブーブルで A Song For You ライフサポートラジオ安心安全な生活を送るために FM 技能案から林泉そして今回のゲストはタマーでした <laughs> 来週はまたうんと来週は誰だったかな警察警察の方々がゲストとしてお越しくださいますいざという時に行動できるようにそれではまた来週この時間にお会いしましょう